じゃあ5秒前、うんこ漏れそう、うんこ漏れそう。始まってます、始まってないでしょ。5秒前始まってないです。はい、もう、はあ、もう初っ端からカメラ撮る前からもうむちゃくちゃするから。いやちょっとここどこですか。いやちょっと俺まず待ち合わせのさ、はい、もう腹が痛くて。はい、トイレだからまあ一応ちょっとラップで締めてみたいな。ラップだったんですか。とりあえず大阪北区にある、あ、とうとうようやく来ましたよ、はい、僕たちのね新しいちょっと試み、そうです ね、 ね、まあとりあえず今日はもう見てくれればわかるから、そうですね、ね、というかこれもう見応え十分だから、こういやね、ちょっとすごいものを、はい、今回見ていただこうと思って、はい、大阪某所に来ておりますけども、はい、まあ、僕たちの期待の星というか、ね、そうですね、まあとりあえずあの中に一回入って、はい、話を聞いてみながら今日は多分見応え十分でございます。最後まで見ていただければと思いますのでぜひよろしくお願いします。よいしょ、じゃあお邪魔します。こんにちは。こんにちは。ということでですね、来ましたよとうとう秘境に、大阪の秘境でございます。あの僕がねこう今ラストリゾートシリーズをやってから結構こういろんなことを教えてくださって、まあ、ヴィンテージの見方とか縫製の仕方とかかなり僕の中では影響を受けている方で、今回は一緒にちょっとお仕事もさせていただくことになったんですけど、その、やられている、リビリトの小野さんでございます。よろしくお願いします。あのねちょっとなかなかいつもはねこんなあの屋号を使いながらとかで、ね、あの紹介して話をするような感じじゃなくてフラット姿勢にこういろいろ話をして、一言も発せないから、いやそうなんですよ、重鎮感がすごいんですよ。いやもうあの本当は表に立たない男なんですよ、ね、まあ、本当は通るなって言われたんですけど、一応やっぱり今回結構僕らがこう今作っている新しい限定200本の銀タグを、お願いをしたので、まあ、どういう方にお願いしてるかっていうことをちょっとこうせっかくだったらね、こう動画撮らせてくださいって言ったら心よく受けてくれたのでなので一応まあなんかこうね顔出しも少しだけしてくれっていうことでお願いをしたっていう経緯だったんですけど、でやっぱり今までもずっと小野さん自分一人でずっとなんていうんでしょう、まあ、こうヴィンテージジーンズの研究というか、まあ、研究というよりは自分がね欲しいデニムを追求していってるだけなんですけどね、うん、とんでもない人ですよ。自分が履きたいジーパンを追求してこのミシンの数になってんだよ。それちょっとおかしく、シンプルに考えるとものすごいことしてるんですよ、うん、結局なんて言えばいいんでしょう、その自分が履きたいジーパンを作ろうと思ったらそのミシンのなんかこう古いミシンだったりとか、まあ、新しいミシンでもそのミシンの目だったりとか、まあ、特徴ですよね、うん、が生かしたミシンを使うっていう大前提なんで、うん、なるほど、古いからいいわけでもないんで、なるほど、やっぱり一番大きいのはね、はい、生産量なんですよ、うんうんうん、だからものづくりっていうのは今の大量生産に合わすと今のやっぱりミシンが一番適してる、ね、あなるほどなるほどなるほど、例えばもう1000本縫おうとかってすると、うんうんうん、だから僕とかが使うっていうのはもう本当に、うん、月に100本縫うのがそれぐらいの世界なんで、うんうん、そうなるとミシンの稼働率っていうのは非常に低いんですよね。あなるほど、うん、そうなってくるとそのオイル管理っていうのがこの辺の年代の方がしやすいわけなんですよ。あそうなんですか、はい、そう使う時だけ数滴入れてっていう形になるんで、あそういう風にやるんだミシンは、うん、一番自分に合うジーパンが欲しいみたいなところから入ってる時に、うん、やっぱりその、うん、
原型っていうのはハイポケットっていうのがね、うん、あの一番にあるじゃないですか、はい、それのやっぱり一番その原点になる形っていうのを追い込んでいったらやっぱり今の世界観に近づいてきたっていうだけのことです、うん、これが一番最初はもうミシン集めた最初っていうのはジーンズからですか、ジーンズの設備の方が最初ですか。いやまずは T シャツからいきますよね。あなるほど。で、うん、うちの USMC のループビルティもここでお願いをしていてこの工場で縫っていただいているので今回はそれで仕上げましたね、はい、はい、ありがとうございます。でGパンもちょっと裁断もここに裁断機があるんですけどここで自分で裁断もするんですよ。裁断をしてで縫製をしてまあリベットとかボタンとかもここで打ち付けてで完成まで持ってくる。ここの工場で全部できるっていう小野さんと仕事をちょっとしたかったんでまあなんて言うでしょう、こうジーンズとしての縫い方としてこういうところを考えて縫ってるんじゃないかっていうことをまあ全部じゃないんですけど小野さんの考えてることはあこういう出し方は確かに量産でしても面白いなっていうことをすごい教えてもらったんですよ。で小野さんにはちょっとまあ恩返しにもなるかどうかわからないですけど僕がそのリビルトさんの記事を供給させていただいてるちょっと一部ですけどまあそんな関係でずっとしばらくはやってていろいろ僕もこう記事開発した時に小野さんにこう見せながらまあこんなことをやりたいんだみたいな話をしてまあ今回のちょっと2、8本しか撮れないんでこれは小野さんに無理してお願いをしようと思ったらちょっと受けてくださったという。僕のも感謝してるのはね自分の商品っていうのがお客さんを通してこんな顔になるっていうのでね生地としては本当に本当に素晴らしいと思います。あ、よかった。それはだけどこの本当もう言い方すごい失礼ですよ。僕究極のオタクなんですよ。本当にこれは俺からしたらただものすごいディープなとこ入りすぎて多分普通の人入りづらいぐらいのとこまで行ってる人なんでやっぱりね面白い。せっかくだったら、まあ、ちょっとこういう縫製のところとか全部、まあ、ある程度のところですねをここで一緒に作るところを皆さんで見てもらおうかなと思ってそこをやってくださるのでちょっとぜひ最後まで見てください。そうですね、まずは、はい、今回のね、うん、限定アイテムのどういう商品なのかっていうのをお話を、ああなるほど、そうか、今回のはもうイメージとしては301の55年バージョンっていうようなイメージで作ったものなので完全再現っていう形のものを作ってます。でこの生地なんですけど縦糸がこの黒タグと同じ縦糸ですね。で横糸の方がちょっと今までにないちょっと本当に超高級なバタを使って仕上げてます。でそれでですねもうそのデニムの生地を使ったのがたまたま今回200本ぐらいしか取れないのでまあその200本限定のデニムということで作ることにしました。で他にはもうここに置いてある、まあ、1954年から切り替わった紙パッチの僕は55モデルと呼んでますけど55年の紙パッチの WX を完全再現という形で縫製紙の色とか、まあ、そういったところも全部再現をしながら作っていくという形になってます。はい、はい、じゃあね早速裁断から始めていただこうと思います。裁断からですか。野さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんでもうこの形で僕はやる。そしたら綺麗にここに帯が通るんで、はい、あ、そういうこと、うん、生地が無駄になることを、そうね、ロスもかなり抑える。へー、まあもっと大量にいけば帯は帯だけになるんですけどね、うん、あ、ポケットのそういうとこも、うん、ハサミなんですね。そうですね。前なんか僕ら岡山の人はナイフが多いですよね。そうですね、だから、うん、僕らも T シャツといろいろあるから結果的にハサミになるんですね。ハサミの方が使い勝手がいい、うん、というかハサミのスピード激速じゃね。すげえよ。すげえ。この狭いスペースも何も。はあはあ、そっか、折り返すからね、うん。ここにハサミ入れておくんだ。リベットが打たれるところですね、ここは。はい。
これコインポケット。そうですね、うん、まあもうこの時代になるとコインポケットですね、間違いなく。あ、うん、何でしたっけ本来は。ウォッチポケットなんですね。もうギリギリもあんだけちっちゃくなりました。すごいね。これ 1m でしょ今。言うてる間にこれは今どこですか？腰帯？ベルトループです。はい。あ、ベルトループか。うん、あ、そうか。腰帯これ。あ、そうか。腰帯。もう終わってる。終わってました。はい。そうだね。あ、細い。ベルトループ。だから長門は長門で合わせて取る方が効率がいいじゃないですか。はい。だから2本でいくんですけどね。はい、ポケットセレッジで終わりですね。終わり、これで終わり、はい、それで今2本分取れます。2本分いってますね、うん、グッとくる来ますかね、グッとくるみんながグッとくる。体感10分ぐらいでやった感じだったんで、まあ、パーツはそれなりにありますからね、量がね。一応これで裁断は終わり、はい、で今回のデニム、はい、一応、ミシンで何台使います？何種類のミシン使います？ここにあるのは全部ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここも？こっちも？はい、10、11。あ、これは1個ですね。うん、あ、じゃあこれ1個ですよね。うん、なんで11台。11台ですね。オンの場合はラベルがあるんで、本塗りがもう1ですね。あ、本塗り12台か。12台。そうだ。アイロンじゃあ、スタートで。やっぱりね、40年以降ならではですよね。はい、持ち出しのところ、折って塗るっていう。はいはいはい、はい。あの、切りっぱじゃないよっていう。で、これもやっぱりプレス入れてから行く方が気が合わないんで、ロックをかけるんですよ。ここね。はい。ここが、はい、40年代。あの40年代はここ切りっぱなしになってるじゃん。はい、うん。で、こう放ってくると縫われてますね。縫われてますよね。はい、なんで、そこをこういう形でアイロンが。時代がこう、戦争終わってさ、作業着からファッションにもという。多分、おそらくですけど、ターゲットがやっぱり若年層になっていくに従って、その、ね、市場で、あの、綺麗に見せるっていうのが大事になってきたんですよね。はあ、はあはあははあ、うん、はいはい、じゃない、そこはそこなんですね、うん、まあ耳使う場合とこの辺のねあれがちょっと違うんですけど、今回のは耳なしのやつでしたね、竹取りのコインポケットなんで、うん、あ、そういうことですね。あれも裁断によってなんですよね、変えてたのって。まあ、あのどっちがいいのか僕も分からない。なんか都立号であのバラバラにあの同じ年代でもあるやつとないやつあるじゃないですか。あれ工場によって違うのかな。あ、ですかね。結局その縦布が横取りなんですよ。はい、でポケットが縦取りになると出力が違うんで、うん、はい、ポケットがパッと膨らむんですよ、ね。なるほど。だから入れやすくなると。僕ら時計とか入れるじゃないですか。はいはい。それがやっぱ入れてんのかい、本当に。懐中時計。本当に入れてんのかい。生まれて初めて見た。入れなかったらつけなくていいじゃないですか。すいません。ありきありません。いや、ちょっと思わず出てしまったよ。ほんまのポケットの使い方ってことですね、これね。はい。で、やっぱりその40年代っていうのは、あのベルトがするんで、ポケット位置が低いんです。うん。でも、あの、37とか22、うん、の時代になるとサスペンダーで釣ってるからベルトいらないからもう高い、そうですよね、高い位置ですもんね。そういうことか、はい、あのもうあのね、腕時計の年代にこの辺はなってるんで、そうですよね、ポケットサイズもかなりちっちゃめになってますね、はい、一応そのベルトループって針幅が大きくは2つあるんで、それを自身2台の種類を向けて使ってますね、まあ、今回は広い方。あ、50年代だから。そうですね。ミシンは40年代ぐらいのミシンですか、ね、これはですね。いったな。小野さんに行ってレインボーにしてるんで。ベルトループはこれで、はい、カットするんですから、しばらく。
だから表側に来るのが逆になるので逆縫いになります。下から縫った。で、おお。続けて。まあこのカナカンがやっぱりあと縫製の時に大事になってくるので。あ、このミニオンスペシャルのミシンはどのぐらいのやつですか？40年代ぐらい。まあ、これは50年代、50年入ってると思うんですけどね。でもそのままこの。はい、後ろに、あ、なるほど。あ、だからこう後ろにセットしてる。これはあの後端用のホールですね。はい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 。で、あの裏面から乗って表が外になるようになるんで、その方が切れにくいってことですか？まああの縫い目の形ですね、それが。あの刺繍とかですね。刺繍とかね。ちょっとこれで縫いは終わりですね。はい。フロントポケットの当て布をつけるところですね。はい。はい。お願いします。まあ、さっきアイロンの時にも言ったように両方折れてますよね。これも結構古そうなミシンですよね。まあこれは古いですね。だいぶ回しながら縫うから。すごい。やっぱりこの角のね決め方がね、あの足踏みだと自由なんですよね。うん、こういう足踏みなんだ。え？何回もだからあの踏んで戻して踏んで戻してみたいな。まあ、これが特にねそのバックポケットつけた時によくわかります。うん、これの良さが。あ、まあ、やっぱり半回転っていう仕組みのミシンで、うん、あの縫い目はしっかり強いんですよね。糸締まりはいいんですよ。ああ、なるほど。まあ、ただ新しいミシンでもこの目は出るんで、はい、ただ何が違うかって言ったらこの足踏み用の大きいプーリーがつけれるんですよね、はい、うん、それがつけれるとだからあの足踏みでこの目を調整していくのがやりやすいんで。ああ、そう、この運針のこの運針のこういう時に、うん、あの、あと半身っていうあれを決めていけるんですよ。ははははは。そのためだけにこのキックをしてますね。すげえ。ね、これどれぐらい古いんですか、このミシンで。1906年とかそんなんですかね。あ、そんなぐらい。さらっと、さらっと言うとすごい。ちょっと今回の、その、ジェラードさんの、あの、はい、50年代特別の仕様のコインポケットの付け方になるんで。はい、あ、日本針でしたっけ？そうですね。これがヴィンテージですね。これが日本針で。うん、縫ってる形になりますね。全部ね。うん、本来一本やけど、一本針で行って帰ってをするんですけど、うん、本来は。これは特別になぜかわからないけど、二本針になっていたと。あ、でも効率はいいですよね。それはね。うん、で、その二本針を、うん、今回のジェラードのスペシャルで。この後ろでね。あ、だからまあこういったところも、うん、このうう、ね、もう個体の特徴をそのまま再現してもらってるから、うん、まあこれはこういうもんだった、うんうん、っていう。それが正解とかそういうわけじゃなくて、その、うん、こっちはそうなってたってだけの、うんうんうん、だからよくあるよね、この年代こうなんだああなんだっていうのだけじゃなくて、うん、その工場によったりとか何かそのシチュエーションによって違ったりするものっていうのはヴィンテージは存在するから、うんうん、はい、まあ、そういったところとかを、うん、あの小野さんにこう解釈してもらいながら、うん、で僕らもこう気づいたところとかこんなとこあったねこれあのお願いしますとか、うん、まあ、そういう話をこうしながら楽しんでいくよね。そうですね、いろいろ、うん、で次がさっき言ってた日本針で、うん、日本針でコインポケットをつけます。小野さん的にはこの日本針でコインポケット縫い付けたのが初めて？そうね、あ、物を見たのが初めて、ね、ああそうですか。うーん、結構変わった答えだったそうですね、うん、なんで分かったかって言ったら最後がね、うん、返しが入ってるんで、あ、うん、返しが入ってるんですよね。そうですよね、だから本来やったら一本針で
そうそうそう、回っていくのが、まあいろんなヴィンテージ見ててもそうだけど、通常は本こういう日本でいて、ここが E 型ができちゃう。そうです、今回の個体は、うん、あれ最初はこっち側、こっちかね、あだから外回り、外回り、内回り、内回り、うん、はい、本来であればね、うん、はあ、それを再現、うん、楽しいですよね、そういうのが個体の癖があったから、うん、ノートフライの向きを返しの部分、ここもね、はい、おこれも後ろからやな、というのはあの、なんで後ろからっていうのは、やっぱり縫い目のハリ糸の方が摩擦に強いんですよね。よく沈むんで。あ、それからこの摩擦が多い方にその表になるように全部考えられてますよね。はあ、だからさっき の, あのバックポケットのこれにしても手を入れる方の方が摩擦が多いんで、それでこの縫い方になる。ああ、そうですね。うん、フロントポケットをつけていきますね。でこれはあの2本針の中にちゃんと縫い代が入るようにあの細い縫い代になりますね、この幅になったら、うん、後で入れる2本針の間に縫い代が入ってくるので、うん、こうなると摩擦に強度が高くなる、うん、でそこから2本針、そうね、あのこれもさっきの話と一緒で裏側にか縫いますね、うんうん、ポケット口に手を入れて摩擦で弱らないと、でちょっと面白いのはこの後ろを擦れ木を少し控えて縫うんで、うんうん、表から見た時に非常に広めのコバになるんですね、はい、ここすごい今見えます皆さん、ここが広めってことですよね、そうですよ、ここだから あえてこう見た時に膨らんで見えるんですよ、はいはい、でこれが逆に膨らんであの強度になってくるんで、糸が引っかかりづらくて切れづらくなる、うん、あの生地がだから膨らんでくるんで、あえてそういう縫い方にしてますよね。まあでもやっぱりそういう意図はあって作ってるんですよ。ということですね。だからこれの縫い代をたくさん取るのも一緒の話で、丸く膨らむようになる。はい。だからやっぱりあのその分だけまあ本当にこう長持ちするというかね。うん。まあ作業着としてあのうまく使える方法を模索してますよね。まあ、小野さんにもそう教えてもらったんだけど、まあ、こう古い、なんだろうな、その年代のシルエットとか見るなら、古い写真見た方が早いね、つって。その時代の、その時代の若者たちの格好とか、ジーンズ履いてる人たちの写真見ると、うん、その人たちの、なんかこう、履き方とか、うんうん、実際にこう作られていたであろうジーンズのシルエットとか、うん、そういうのが見やすいんじゃないかって。まあ、映画とかを、あ、映画とかもそうでしょうね、うんうん、でこのままもうポケットを袋状にしていきますね、はい、もうなんか小野さんはこの糸切りバサミをつけてるのもジュエリーに見える俺はなんかいいのか、ね、なんかかっこいいいいの買ってくださいいいやつじゃないですよこれあのポケット袋の地縫いをした後に、はい、ひっくり返してあのステッチをかけていきます。であの50年代になってからなのかは分かんないですけど、この辺の時代っていうのはあの角がきれいに四角く出ますよ。それ以前のものっていうのは結構あの角を丸く塗ってる方が多いんですけどね、はい、ははははは、袋の部分がですよね。そうですねもう角出しをしっかり出してるんで、今ってこっち寄りじゃないですか、もう全部今のジーパンで。そうですね、そうですよね、うん、はい、その辺がだからさっき言ったその、うん、あの戦争時代に
うん、あの軍服を縫った後からこういう仕様が増えてきましたね。あ、量を早く縫えるようにするために効率よくするためってことですか。あ、だから基本仕様になったんじゃないですかね、いわゆる、うんうん、それまではそのさっき後藤さんが言うように工程が早くなるようにこの角が丸く縫われてたんですよね、うんうんうん、そのスピードが速いんで。あ、そっちの方がスピードが速かった。あ、返すのがやっぱ大変なんですね。あ、なるほど。でこっちの方がちょっと手はかかる。手はかかりますね。あ、ただやっぱり見た目は綺麗ですね。そうですね、うん、あとやっぱこれ小野さんだからかわかんないですけど今回思ったんですけど、ここの縫ってる幅結構縫い代を多めに出すから、はい、ここもこのバックポケットのようなちょっとクッションになるようにわざとこう広めに、ね、広めに取ってるんですかね。だからポケット袋の中である程度クッションになるんで、はい、鍵とかそういうのでね、穴が開きにくくはなりますよね。ここがほらこんだけ縫い代、はいはい、で出るから、はいはい、その糸が切れない、切れづらいかな。まあ、バックポケットもそういう意味合いでちょっと縫い代多めになってるんでね、うん、だからあの独特の当たりというか変わったところにね縫い代の当たりが出ますよね、はい、本当に時代っていうかねごとにあの良さがありますよね、うん、確かに。あの今回の50年代の仕様としては、うん、ちょっとこのスケッチの幅がね、うん、広くなるんですよね。この幅ですね。あ、40年代のところがここ、こう際ですよね。そうですね。はい、はい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 。で、これって、あの、ね、軍物でよく見覚えない4インチ鍵とかこんな感じですよね。の縫い方からこうなってるってことですか。おそらく、その辺の軍物の、あの、規格っていうのが運用されていったんじゃないですか、ね。こっちの方が仕上がりが綺麗だから、こういう風にしていこうぜ、みたいな。うん、っていうか、スタンダードになった。スタンダードになった。ような気はします。なるほど。さっき言ったよね、角はきちっとなって、はい、40年代みたいに丸くならない、はい、その時代背景考察して例えば40年代だったらこういう縫い方しただろうとかポケットのこの布袋すらもちょっと そこまでちゃんとあの考察しながらこう作ってくれてるんで、大体は例えば対戦モデルっつって、対戦モデルはこのバックポケットがこうピンキだよねとか、うん、なんか例えばボタンがこうだよねとか分かりやすいディテールって誰でも知ってるところってあるでしょ、はい、でそこだけはこう再現するとかあっても、うん、40年代のポケット袋はこういう縫い方してたんだろうとか、うん、こういうコインポケットはこういうもんだっただろうとか、うん、そんなところこうね、全部をこう追いかけ切れてるってそこまで多くはないと思うんですよ。だからいろいろ僕もこう話聞いてそこをいかに量産品に落とし込めるかみたいなのは小野さんにもいろんなことを教えてもらって、あのそこをこう考えながら仕様書を書いたりとか、あのこういう仕上げにしてくれっていう話は生産と打ち合わせたりするときに結構こうあの活かしてもらったりとかしてます。まあ、あのポケットはこんな感じですね、はい、であとはこれをその、うん、縫い合わせてサイズが狂わないように固定していく。これが前身が悪いとこですね。もうすぐ、うん、もうすぐあの左右がひっつきますね、うん、はい、押さえが大変ってことだよね、このポケットの。そうですね、ここをうまくちゃんとサイズ通りにしとかないとサイズが出ないですね、うん、この手と足が違う動きすることに俺もうすごくストレスなんですよ。そうですね、うん、ね、ピアノもそうですし、でも これできるのすごいよなと思って、しかも同じこうリズムでこうね、もうドラムみたいじゃん。ドラムです。これ今自分が今想像しただけでイライラしてる。それがもうやるってだ、そうだな、右手左手でも難しいじゃん。あるじゃん。それが足までだから。そうで、ここのねカーブが非常に大事なんですよね。これをまっすぐにしていくから小股が丸くなってるんですよ。ああ。これをまっすぐ縫っちゃうとせっかくのあれがフロントが意味がないんです。でそれっていうのはこっちのボタンフライの方も一緒なんですよ、はい、なんでこれが曲がってるかってところですよね。なるほど。
ここまではもうまっすぐなんですけど、ここから寄せていかないといけないから、ちょっと引っ張りながら、うん、で最終的にここが平行になるまで引っ張って入れる。そのためにこれが回る。すごいな。でこうやってやるときちっと両側が角度が出るんで、フロントがグッと上がってるんですよね。それは表からかけるんだ。そっちは。あの向きがそうなるんで。このままこうでしょ。はい、ああ本当だ。で、うん、ボタンホールの方は逆になるから、ね、逆から。ロックかかってる。やっぱりその綺麗な服として売り場に出したいわけですよ。その時に洗って糸がボロボロ出てたらね、なんか粗末に見えると、うん、ファッションとして着てもらいにくいじゃないですか、うん、だからここの、 あのコバを叩いていって、そのままの流れでこれがひっつくようになるんで、ここにこれが貼り付けます。おー、うん、あーやっとガッチャンコデニムに乗ってきた。ここがはみ出ないですね、ロックのところ。これがはみ出てると、ここ結構当たって穴が開きやすい。ああ、そうなんだ。とシルエットも出にくいんで、肘とここが端までかかるようにした方が。ここは結構太い糸で縫うんですよね。そうですね、力がかかるんで。はい。6番で縫ってるんですね。6番ですね、ここは。はい。だから最後に始末が綺麗になるように、ここをカバーして仮止めします。はい。それから3本ここには必ずステッチ入ってると思う。はい。この仮止めがある、うん、でこれを開いて上から太いステッチで止めたらフロントの出来上がりですね。はい。フロント長さを合わせた状態で左右がオープンする。うん、帰ってくる。四角いじゃん、そこ。はいはいはい。これこれこれ。ああ、そこ。これが一応前編。前編。ぶっ続けて言ってましたから。どういう風な切り方してるのか全く分かんないけど、とにかく小野さんが縫い上げてくれる、はい、そこまでを僕らは、静観して見守って、静観して、静観できてないですけどね。結構喋ったんですよ。ただいろいろやっぱ小野さんも、まあ、聞きたくなっちゃいますよね。そうだね。なんかなんでっていうのが出てくる。あの教えてあげようっていう、せっかくこうやるなら教えてあげるよっていう、こう、うん、あの気持ちのある方だから、うん、余計にこういろんな話をこうね、うん、あのただ縫ってるだけじゃなくて、うん、この構造上のこととか、はい、時代背景ってこんな感じのことだよみたいなことも伝えてくださってるから、うん、まあ、余計ちょっと時間は山盛りだったんですけど、なので途中であのもうこれ割ろう。はい、まさかの二部制になりました。もしかするとこれ以上喋ると三部作になるかもしれません。そうですね。まあ、ただやっぱりそれだけジーンズをちょっとあの縫うっていうのに、うん、まあ結局12台か、うん、2の、 あのミシンを使ったりとか、うん、まあ裁断とかも自分で裁断するとか、うん、まあ、とんでもなく時間をかかることしかしてないので、うん、あとはもう僕と小野さんの漫談で2時間みたいな。とんでもないことだった。